こんにちは、速稼塾です。まあ確かにね、やらなければやれるようにはなりませんよね。自分の苦手なことって大体やらなかったりするじゃないですか。じゃあ苦手がいつの間にかほっといたら得意になってるのかって、これはないですよ。やっぱり苦手であっても取り組むことによって楽しみ方が見えてくるんですよね。だからそれを探すために私たちは日々仕事をしてるのかもしれません。で、逆に言うと自分がやってることに喜びや楽しさが導き出せないんだったら、これはね、もう自己能力にもうちょっと重きを置かないと他者能力に依存しすぎてるっていう、そういう傾向になってきますからね。まあなかなかね、その悲しい状況とかで、幸せを感じろって言われてもなかなか厳しいと思いますけども、こと仕事の世界、ビジネスの世界に飛び込んでね、金を増やしていこうと思うんだったら、やっぱり金が増えることをたくさんやんないといけないですよね。そのうちの 何個かは運よく当たるってことだと思います。まあね、レッツトライですよ。レッツトライ。